ついてこいなんて言ってないよ。シェンブルン、またリズムを間違えたな。このままじゃインク酒場が再開しても俺たちのバンドは再開できないぞ。本当にごめん。あの、練習の邪魔をしてごめんなさい。さっき道端で見かけた髪のカエルじゃないか。ん、妖精さんじゃないか。シェンブルン、いい声を聞かせて差し上げろよ。でも僕、そんなにかしこまらないで。リハーサル中だったの？はい、ご覧の通り。俺たちはインク酒場専属のコーラスグループなんです。酒場が閉まってしばらくは失業してました。でも昨日森の妖精さんが来たって聞いて、やっとまた歌えると思って、そんで張り切って集合したんです。気持ちはよくわかるよ。グランドバザールでもズバイルシアターのみんなはそんな風に忙しくしてる。グランドバザール、そこの人たちもハスの葉の上で歌うんで。そう、しかもすごく大きなハスの葉なんだよ。あなたグループの指揮者でしょ。なんとなくズバイルさんと似てる気がする。へえ、きっと俺と同じようにハスの葉のお客さんたちのご期待に沿うようにって闘志に燃えてる方なんでしょうね。ただ今は。シェンブルンさん、私たちにできることはあるかな。いえ、これは僕自身の問題なので。酒場の休業中、急に歌い方を忘れてしまったみたいで、みんなのリズムにはついていけないし、音程も外してばっかり。お前はうちのメインボーカルなんだぞ。一番の美声の持ち主だったってのに。わかってるよ。でももしかしたらそれも退職のせいかもな。シェンブルンさん、元気出して。私が大事なステップを忘れた時も、グランドバザールの仲間はいつも隣で励ましてくれた。みんな笑顔で大丈夫だよって励ましながら、私が思い出せるまで何度も何度も演奏してくれたの。今度は私たちがあなたを助ける番だよ。そうそう、ただの歌だろ。旅人はすっごくリズム感がいいから、リズムを取ってやれるぜ。お、そりゃいい。よし、お前は歌詞を歌うことに専念しろ。リズムの方は妖精さんのお仲間に任せるんだ。本当にいいんですか、そんなご迷惑をおかけして。気にしないで。私たちだってインク酒場が再開してあなたの美声が聞けるのを楽しみにしてるんだから。ありがとうございます。僕やってみます。ふん、光よ。
属性をミオラさん。いや。ふーん。これで。ゴミか。遅い。疑似妖怪風よ。大地の秘宝か。